20周年のディズニーシーでの夕食です。コロンビアダイニングではランチにしたかったのですが、予約がいっぱいだったのでディナーの予約にしました。記念に20周年スペシャルコースの食事をします。予約の時間になったので SS コロンビア号に向かっています。ちなみにランチはマゼランズで20周年スペシャルコースを食べました。まっすぐ進んで船内に向かえばエレベーターもありますが、レストランのある3階まで階段で登ります。階段途中の踊り場からの景色も綺麗ですよ。2階から船内に入ります。船内に入り右に行くと船のデッキに出られますが、今回は行っていません。このレストランは人気で、ランチタイムの予約枠は早めになくなっていました。船内の階段で3階に行きますと、左手に SS コロンビアダイニングルームがあります。SS コロンビア号の SS とは、スチームシップ、つまり蒸気船という意味です。1912年に初めて運航したことになっています。入り口は混んでいるようでした。予約してある旨伝え、少々並んでから店内に案内されました。船のモデルは豪華客船タイタニック号と言われています。1900年代の豪華客船ということで、アールヌーボーの曲線美と言いますか、全体的に丸みを帯びた優しい印象です。カラーも、サイドの低い、落ち着いたモスグリーンとスモーキーピンク、そしてクリーム色で統一されています。店内は満席でした。飲み物ですが何を頼んだか忘れてしまいました。20周年スペシャルコースを注文しました。スペシャルコースを注文するとこちらの冊子がいただけます。C20 周年を記念して6つのレストランでシーズナルテイストコレクションズが開催され、スペシャルセットが用意されています。対象のレストランはレストランサクラ、カフェポルトフィーノ、ホライズンベイレストラン、マゼランズ、リストランテディカナレット、SS コロンビアダイニングルームです。2022年3月30日までは各国の伝統料理かテーマだそうです。20周年のお料理はアメリカ料理。前菜はスモークサーモンのサラダとモッツァレンダのムースか、ソーセージとチキンのベジタブルスープから選びます。メインは肉料理、魚料理、肉と魚両方、お肉増量の4種類から選べます。カトラリーはナフキンに一式くるまれていました。テーブルが狭いので置き場にちょっと困りました。ベジタブルスープはよく煮込まれたミネストローネでした。チキンと野菜は小さくカットされ、クタクタに煮込まれているので食べやすいです。見た目としてはこちらの方が面白そうです。緑のソースの下はモッツァレラチーズ、その周りにスモークサーモンがあります。中にモッツァレラチーズぎっしりでした。ミッキーの丸パンとバゲットです。なんとなくミッキーの形を残しながら食べました。
店内は満席で、テーブルの間隔も狭かったので、天井くらいしか撮影できませんでした。優雅で可愛い雰囲気が伝わりましたら幸いです。メイン料理です。お肉増量の場合は、お肉のみ 240g です。あまりお腹が空いていないのと、お肉もオマールエビも食べたいのとで、こちらを選びました。コロンビアダイニングルームの伝統料理はアメリカ料理です。ウォルト・ディズニーの好物であったスタッフドピザは、タルトスイチにチリコンカンが詰まっています。しかし、ローストビーフにオマールエビ、ランチに食べたマゼランズの食材と思い切り被っていました。ソースはバーボン風味のグレイビーソース。バーボンは好みではないですが、全く気にならず美味しくいただけました。スタッフドピザです。ピザというより、キッシュに近いような気がします。中にはチーズがとろーり。もう少し大きいサイズで、単品で頼めるメニューがあっても良いかもしれません。そして、ニューヨークデリあたりでテイクアウトできるといいですね。焼いたレタスの付け合わせです。たまにレタスの焼きサラダなどお店で見かけますが美味しいですよね。自宅ではしないですけれど。綺麗に切れず、美味しそうじゃなくてすみません。オマールエビのグリルです。白ワインのソース、バンブランソースの味付けは濃くなかったと思います。エビそのものの味だけで美味しかったです。黒っぽい付け合わせは、確か青のりだったか、ちょっと、それ。と思うような素材だった記憶です。最後にデザートです。デザートはアメリカ伝統菓子であり、ミニーマウスの得意料理、アップルパイのグラスデザートのベリーヌ仕立て。中にはキャラメルソースで和えたリンゴ、砕いたパイが入っていました。それと、チョコレートケーキです。上に乗っているリンゴが、リンゴ飴みたいです。しっとりしていて、甘い甘いチョコレートケーキでした。リンゴを食べてみます。リンゴの皮になっている甘い赤いゼリー状のもの。中には生クリームが入っていました。リンゴの芯はチョコレートです。中は砕いたパイとクリームが層になっていました。
この日は20時に花火があるので、早めにお店を出ました。お会計です。ごちそうさまでした。それではまた、お便りします。皆々様。ユキヒョウ。この動画が参考になりましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。